はい、どうも、よしきんでーす。ということでね、今日もね、シャドーバースやっていきたいと思いまーす。あれからね、もうとりあえずカードをひたすら集めまして、まあこんな状態です。ね。現在の、デッキですね。デッキは、はい、こんな感じでーす。ね、今使ってるのが応用のネクロマンサーデッキ。デッキコードにカードを若干付け足した感じです。もうとりあえずね、こんな感じ。はーい。もうとりあえずあるカードを適当に入れたというね。いや、もうカードがやっぱり全然足りないんですよね。まあ、ということでね、ストーリーを進めていきたいと思います。目的地はここか。ちょっとずれてるかな。こんなもんかな。よし。賢そうな1年生。ん？顧問の先生はだらしない方って絶対担任でしょ。絶対担任じゃん。もう見た時から分かったわ。もう見た瞬間に分かった。よしよし。職員室は2階。これストーリー進めたらもっと強いパックとかもらえるのかな。とりあえず レジェンドカードが全然集まんないっす。全然集まんない。絶対こいつやわ。作ったり作んなかったり。正解だけど、まあ、出ずっぽうかもしれないしな。それじゃ先生から質問だ。物質が分からへんな。そんなヒントあったっけ。それもう分かってるじゃん、ね、あれなんでそんなヒントあったっけ。シャドーバムの物質がどこにあるか言ってやれ。え、シャドーバム、そんなヒントあったかな。物質はないんじゃない。え、
ほな、まあ、どれかや。来た校舎よ。あはか。嘘でしょ、そんな最後に残ることある？そんなヒントあったかな。はい、先生と勝負やろ、どうせそうでしょ。俺に勝ったなとか言って、そんな。どういうこっちゃ。取り壊されてんのかな。あ、そうや。パスワードね。今日のパスワードも言うときます。忘れちゃうから。今日は4でーす。はい。今日は4でーす。3回校舎の。てんかな、いいやつないな、特に。カードパックは定期的に新しいの発売されますよね。発売されんや、やっぱりね。そらね、どう考えたらデッキ作ってるだけでしょ。はいはいはい。ほら、大丈夫。あ、なんかフィギュア置いてあるな、奥に。これで対戦。対戦せえへんのか。ああ、男は増えてしまった。女の子は増えてほしかったな。比率が男は3人になってしまった。
ライブか。ラブライブやな。こういうのって大体廃部になりますよね。ガルパンでもそうだしさ、ラブライブでも何でもそう。なんか廃部になるというかさ、スムーズに部活に入れたら試しないもんな。はや、何してたかしてん。いや待てよ、最近のラブライブの流れで言えば、キリサメ神楽先輩がシャドバブのメンバーで何かを理由に引退してしまったみたいな。いやもう絶対シャドバブですわ。いやいやもうこれ生徒会長シャドバブでしょ。おアニメシーンが始まった。来た。あーもうこれシャドバブだ。あ、絶対そうよ。もうこれシャドバや。シャドバやるわ、こいつ。部長一人しかない。レイが部長？そうか、レイが部長だったのか。あのね、シャドボブは廃部になるって決まってたんだ、ずっと前からね。このまま帰れないと。ないない、モブがいっぱい出てきたな。何なのこれ、してんのか、このモブみたいなやつと戦うか。やっぱり戦うか。分かった。おかしいでしょ。シャドバブ配布すんのになんでこんなシャドバするやつがいっぱいおんの。こういう流れな、これ4人でできひんやろ、これ4対4でカードゲームどうやってやんのこれ。うわモブだな、顔がモブだ。2位が欲しかったなあ。2位来た。よしよし。これね、ネクロマンサーにしたのね、このスペクターが好きなんですよね。これ必殺ね、2位コストやのにどんな敵でも攻撃で倒せるという防御力1しかないという。こういう単純なのが好き。こういう単純なカードが。まあでもね、11にも負けるんですけどね。負けるんですけども。前半に出しても後半に出してもいいっていうのがね。ぴょんぴょん跳ねて、かわいいでしょ。
ぱりね、単純なカードがいい。カードが少ないときはやっぱりね、カードの単体のパワーが強いのがいいね。で次4か、墓場。これね、墓場っていうのは何かというと、まあ最近覚えたんですけど、墓場っていうのはね、ここ3って書いてあるでしょ、紫の3って。墓場のカード、墓場の数が増えればそれを使った特殊能力が使えるんですよ、このネクロマンサーっていうデッキはね。まあ素人が偉そうに言うてますけど、覚えました。あ、何これ、あー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 あああ3か5。あー、相手のフォロワー1体破壊、4 4 3。これもったいないなー。3 3殺す必要ないやろ。これ行こう。ファンファーレナイト一体。これなんや。次6。6か。レッサーデーモン。ネクロマンス使いたくないな、こんなに。ゾンビ一体出す。残り出そう。あ、これ出す。うん、よしよしよし。でこれでガブッといっちゃおう。殴り合ってたら勝てるやろ、この程度なら。わ、いっぱい増えたな。はい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 。はい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 。もう勝ったんじゃない、進化せへんかったの相手。はいはい、余裕、強いでしょ。よしよしよし、いいよ、コンピューター相手には勝てる、スムーズ。はいはい、余裕ですな。全員勝負けてるよ。なんとか勝てたね。下がりなさい。ボスか。カグラ先輩、これで約束通り。龍ヶ崎ヒーロー。私は何の約束もしていません。俺、そこもそこだっけ。こいつか、こいつは戦うやな多分。おお。はい。なんや、今度は大会で優勝したらとかでしょ。ほら、もう部活としての結果でしょ。分かって分かって、もう大体こういう流れなんですよ。ラブライブで優勝したいんでしょ、スクールアイドルとして。もうそんな流れでしょ。部活としての条件で、部活としての条件はまあ人数とかそんなでしょ。だから結果ですよね。だから大会ゼロってことでしょ。
そういうことでしょ。ほらまた大会や。もう大体そうなんすよ。全国大会か。やっぱりな。あ、全部両方聞かせてくれるの。そうでしょ。知ってる知ってる。どんな漫画でもそうなんですよ。人数集めろって言ってくんね。1,2,3,4,5 人。あと2人か。生徒会長も入るんでしょ、どうせ。だから多分俺の予想では生徒会長とあの天才っぽい、なんか天才っぽいこと言うてるやついたでしょ、さっきなんか時間がないとか言ってるやつ、あいつや、あいつや、あいつモブにしてはちょっと顔がしっかりしてた。もう分かるんですよ、あれはモブじゃない。モブがあんなセリフを吐かない。絶対そうや。はい。はい。はい。オッケーオッケー。見つかる見つかる。はいはい。はいはい。っていうかさ、この学校みんなシャドバやってたやん。適当に見繕ったらええんじゃないの。そこら中でやっとったもん、シャドーパワー。いや、難しくないって。みんなやってた、やってた、シャドーバース。はいはい。ごめんなさい。はい、クリアや、大賞クリアやな。自分の部屋に行こう。あれ、こんなとこ、おおおお、カードパック。これね、ピンク色になってる時はなんかレアなカードが売ってるんだよ。ってないな。そんなにレア残がない。いや、でもなんか買っとこう。楽しかったと。はい。入れへん。入れないよ。対戦コロ。し、不可侵の結界デッキ。
な、こうしても。まあ一回戦ったことか、戦ったことないやつやから。よし、今日はこいつを倒して終わるか。負けても終わりね。まあ負けないでしょ、さすがに。こんなモブには。2322これ何やったっけ。あ、2ダメージか。そう、これはいらんな。カウントダウン、あー、これあれか、なんかあれや、あれあれ、一旦ごとに減ってって最後ラストカード2枚。うわぁ、しょっぱな書いてた。これは何やったっけ、これ出すとか。えい、あああいつ。ぴょんぴょん跳ねて可愛いでしょ。嫌な予感するな。あー、これ嫌な予感するな。やばいな。ああ、アイテム探中。何ちょっと待って、なんかいっぱい。これなんや。カンフォー、フォーリーフレームダイガーを出す。相手の誕生プラス1。4か。ネクロマンス4やもん。今2やもんな。ということは、これとこれを。これを出す。んで、これで倒しとく。んで、これで倒しとく。ガブッといっとく。よし、ガブッといった。ふぅ、出てくる。うわぁ、タイガー出た。デリシャスしとこか。よし、デリシャスしといて、でもこれでこれやっといて、これはこう、はい、やめてやめてやめてください。なんかいっぱい出てきた。もうこれ何、相手のターン中必殺ボーナス、相手のターン中か。どうしようかな。残りを出す。んでこれを打っとく。んで、進化しても、ここが進化しとく。で、これで、暴れちゃう。やばい、30分超えた。これ何？またアイテム探知必殺。これは？
アムユゼットが相手の手札に行って、で、これがカウントダウン3でカードに前引く。よし。7か。プラス1プラスで必殺守護を持つ。4、4、5、これ破壊、これ出しとくか。この大地照らしてみせよ。で、これ攻撃サイトも倒せんねんな。ここで攻撃力アップしといたら、どうしよっかな、どうしよっかな。46にしとこう。なこれで攻撃できても大丈夫やろ。さあ、こうこう。おい、何？消滅させられた。進化し。はい。はい。で。はい、ゴースト2体出す。で、これで攻撃しとく。で、これで攻撃、これで攻撃。はい、勝ったやろ。何何、もうそれやめて、もうそれやめて。相手のカードを全部なくすってどういうことや。ほんまに。よし、勝ったやろ。足ご、しつこい。くそー。待て。これを破壊する。はい。もう勝ったやろ。これで、これ攻撃する。これで攻撃する。よいよし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 、いいよ。はい。はい、ということでね、ありがとうございます。で、次回はね、ストーリーね、また進めていきますんでね。はい。デッキコードをゲット。ということで、次回もよろしくお願いします。バイバーイ。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ヨシキン、オタクの部屋。